差といいますか、ないです。そうですね、バックチャンピオンね、予想団体さんのシングルチャンピオンが35分で、それに対しますね、僕に行けろ、これちゃってね、あーと付き合いますね、おーすがです、付き合いませんね。まあ、どんぐり藤井選手、こういうのにあんま好きじゃないですからね。大木さんはこういう感じのコミカルな感じで自分のリズムを作っていきたい。まあ、コミカルというか本人はね、真面目にやってるんですけどね。なるほどね。それで、その鍛えられて筋肉になってしまった。そうですね。まあ、力を貸してもらったら。めちゃくちゃ悔しがってるじゃないですか。ガングレーさん、入ったって。うっせぇ。さあ、ここはね、空気を読んでほしいんですけどね、あえて読まないところがね、自らのアイデンティティなのかもしれないですね。さあ、今度はヘッドロックでね、ガチッと締めていきますね。さあ、そしてそのままローズに戻して、激しい。おー！
選手が近づいたらお離れになってください。逃げてください。大丈夫ですか、レフェリーが引っ張ろうとしてパッドレフェリーも心配ですが、何より場外乱闘が心配します。すごいのか、はい、皆さん気をつけてください。危ないですよ。離れて離れてますか。どっから鉄ペリーに行けばいいんだ。はい、SQUFG が怖いな。とにかくね、移動が起こって乱闘が起こっています。気をつけてください。レフェリーが遠くに、リングで戦っていますよ。アトさん、大丈夫ですか。あ、大丈夫じゃなさそうですね。あ、違いました。ここはハットネフリーの側に拍手したいですね。そしてリングの上ではキャリーのゲッチャーとさあ、谷口バークとさあ、ヘビー級の2人の対決が、そして場外ランドまだ続きます。場外ランドにまだ続きます。お気をつけください。さあ、ヘッチャーから下の目をして結構します。
さあ、そして赤コーナーを分断してまいります。さあ、大湯選手ね、普段のさ、ウェットトレーニングに加えてね、最近はね、マッチョロール、そちらの方で、ね、体をね、さらに磨きをかけているということで、コンディションはむちゃくちゃいいはずなんですけどね。おーっと、ガブルコンディッター。さあ、そして今までロップ落としていく。なんか今日の正岡潤選手は非常にダンディな攻撃が多いですね。それだけこう厳しく攻めたくて、そういう攻撃を持っているんですかね。さあ、そして出てまいりました大木陽太が元苦手とするレスラー、谷口博明。全然違う、同じ攻撃なんですか、あれは。先ほどされてたのと全然攻撃が違うんですよ。さあ、そしてもう一発行くよと。Yeah!
は負けてしまうからプレーバックを上げていった。しかしが本当にあなたたち2人が挑戦するところを見たいのでしょうか。見たい見たい。あそこのお一人だけみたいですね。おいおい、改めて、おいおい、正岡、藤江、おい、格が違うぞ。
おいおい、改めて聞くぞ。おい、エナミオーギル、おい、くすぶってるクソセレスラーたちと、おいおい、俺らの格は一緒か。おい、それでも執念、おい、9周年やぞ。そこらの国制度と違う9周年で、あなたたちはここ2人が挑戦する姿を見たいですか。見たい、見たい。いやー、まだ俺には聞こえんな。お願いします。おい、もう一度聞くぞ。見たいか。おい、おい、もうちょっと見たいって帰ってくるかと思ったけど、思ったより、おい、リアルに支持率ないな。おい、ジュン君、何も言ったらよ。見たいですか。見たい。どうでしょう。おい、まあまあまあ、所詮所詮カスレスラーでも、おい、俺たちは誰でも挑戦権はあると思ってる。おい、そしてまあ今現時点で挑戦者誰も今現れない。まあ今みたいと言った人たちが、あ、やっぱり9周年、おい、他の挑戦者の方が良かったなって、おい、全員に思わせたからよ。おい、オッケー。じゃあぜひとも私たちチャンピオンからあなたたちを挑戦者に指名します。よろしくお願いします。おい、ただ、おい、夢はいつか見たら変えな。おい、そんなもんクソくらいじゃ。おい、48、おい、おっさんが、おい、夢見るのはいいよ、ただ、おい、まあまあ、ああいう人もおるからな。おい、ただ、おい、おっさんがベルト巻いても何も支援とリング上もんないから、まあ、あとはリング上で17日お会いしましょう。皆さん、応援よろしくお願いします。おい、何がデンジャラスだ、こら。おい、俺らの方がデンジャラスだもん、したるからな、お前、覚えとけよ。おい、まあ、タッグチャンピオン、そして VKF のシングルチャンピオン谷口は17日、おい、もう一本増えるな。おい、まあ、えっちゃんが、おい、きっちりピン取ったから、おい、17日谷口の勢い、そして俺と、おい、どんぐり藤井正岡の、おい、勢いを見してあげますので、まあまあまあ、9周年、ぜひともお祝いの気持ち半分、藤井正岡がかっこいいところ、見たいところ7割ぐらいの気持ち、そして谷口がベルト取るところ10割でご観戦お待ちしております。今日は寒い中ありがとうございました。